最悪だ。せっかくハワイに来たっていうのに泊まれない。野宿か、野垂れ死にか。よ、どうしたんだ。パスポートでも落としたのか。え、ああ、いえ、パスポートはあるんですが、実はそのスマホが壊れてしまったようで、画面が全く映らなくなってしまったんです。旅行の情報は全部スマホに入れてたので、今晩泊まる予定のホテルの場所が全くわからなくなってしまって、このままだとどこにも泊まれず野垂れ死にしてしまうのではと。そんな大げさな。はあ、どうしよう。俺もホテル探すの手伝ってやろうか。一人であてもなく探すよりはマシだろう。本当ですか。ありがとうございます。新しい土地で誰にも声をかけられず、本当に心細くて困ってたんです。で、その探してるホテルはなんて名前のホテルなんだ。確かホテルビーチサイドという感じの名前だったと思うのですが、ご存知だったりします。いや、悪い、知らねえな。まあ俺もそんなに土地勘あるわけじゃねえし、ちょっとこの辺の人に聞きまくってみるか。一人くらい知ってる人いるだろう。すみません、出会ったばかりなのに。そんな、ありがとうございます。すみません、ホテルビーチサイドって名前のホテル、どこにあるか知りませんかね。ビーチサイド？さあ、ちょっとわからないです。ダメか。まあこれからだ。ちょっと場所変えて聞いてみようぜ。あの、すいません、この辺にホテルビーチサイドってホテルあります？ホテルビーチサイド？あ、いや、知らないな。なかなか知ってる人見つからねえな。もしかして幻のホテルか何かか。そんなはずは。普通にネットで予約しただけで。おい、何も泣くことねえじゃねえか。そのうち知ってる人も見つかるって。そうですね、ありがとうございます。会ったばかりの僕に優しくしてくれて。よく泣くやつだな。あの、お兄さん、お名前は？僕は沢井って言います。俺は春日だ。諦めないでもうちょい聞き込みしてみようぜ、沢井。はい、春日さん。日本人さん、ハワイにようこそ。これどうぞ。私からの歓迎の気持ちです。ありがとうございます。あなたにも。あ、レイ切らしちゃった。俺はいいよ、気持ちだけもらっておくぜ。じゃあ小さいですけど、この花をあげますね。気持ちだけはレイにも負けてないです。綺麗でしょ。そうだな、ありがとうよ。あの、お姉さん、現地の方ですよね。そのホテルビーチサイドってご存知ないですか。ちょっと道が分からなくなってしまって。ん？ホテルビーチサイド？そんなホテルこの辺にないと思うけどな。そうですか、ありがとうございます。ちなみにホテルシーサイドじゃないですよね。だったらこの道をちょっと進んで右に入ったところにあるんですけど。あ、あ、あ、
ホテルシーサイドかもしれないです、僕のホテル。お、ま、マジかよ。春日さん、本当にすみません。名前の雰囲気で盛大に勘違いしていました。道理で見つからねえわけだ。ま、ホテルの場所が分かってよかったじゃねえか。それと、お姉さん、ありがとうございます。あなたのおかげで今晩、宿にありつけそうです。よかったです。あ、そうそう、レイの代わりっていうわけじゃないんだけど、私からもちょっとしたお願いがあって。その、実は私、学生でフラダンスのチームに入ってるんですが、衣装とか練習場所のレンタルとかでお金が必要で、もしよかったら活動資金として少し寄付してもらえませんでしょうか。え、します、します。とも、あなたがいなければ今日野宿だったかもしれませんし、お礼の意味も込めて寄付させていただきます。こんなにいいの？ありがとう。じゃあサービスってわけじゃないけど、ホテルまで案内してあげるわ。いいんですか？ええ、そんなに遠くないし。それじゃあ行きましょう。はい。それじゃあ春日さん、僕はこれで。ありがとうございました。お、じゃあな。おう。はい。いや、
いいえ。はい。はい。
ああな。はい。
待てよ。
の準備完了。任せといて。やろうぜ。ぶちかまくらねえぞ。何？来ない？受けてみな。俺の番だな。うら。行くぜ。手数がいるな。引かねえりゃ。痛めつけてやる。全力で行くよ。覚悟。うわ。なったよこいつ。強すぎる。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もう十分甘い汁吸ったんだろ。くっ。これ以上まだやるってんなら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえらを潰しに来るぜ。わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい、助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの、沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。私、小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。蓋を開けてみたら観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず、嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人はこんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、自分は濡れながら走っていくような人。あなたです、沢井さん。キアナさん、私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい。こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること。あなたが優しくしてくれるたびに罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。本当はあなたの笑顔を見て素直に笑い返せるような自分になりたい。でもなれない。後ろめたくて。
て。これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。こんな役立たずの僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか、毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルが分からなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。騒ぎ、詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。沢井さん、いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんない。それより二人はこれからどうするんだ？私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません、でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなってちょっと急な話ですけど心からそう思っています。おかしいですかね？いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる。それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか？それは全然知らないですけど、とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。本当にありがとうございました。それでは。おう、お幸せに。頑張れよ。困った困ったの。どうしましたか？僕たちにできることがあれば。ありがとう。実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか？
私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。誰かに優しくしてほしかった優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。